上側ヘテロダインの場合の図。発信周波数、高度受信電波の周波数、FL の差が中間周波数。中間周波数とは、送信機や受信機の中間段階で、送信信号あるいは受信信号の周波数を変換した周波数である。スーパーヘテロダイン受信機スーパーヘテロダイン受信機では、極部発信機と目的の信号混合機で混合し、 それぞれの周波数の差を、ロ波、増幅等の処理を施して使用する周波数を中間周波数という。中間周波数をミキサによりさらに別の中間周波数に変換する場合があり、その場合、第1中間周波数、第2中間周波数と区別して呼ばれる。従来の技術常識よりも低い IF を使ったシステムの場合、ロー IF と呼ばれることがある。 ダイレクトコンバージョン受信機の場合はゼロイフと呼ばれることがある。中間周波数は設計の最初の段階で決定される。送信機や受信機の性能やコストに大きく影響するため、メーカーにとっては戦略的要素を持つ。また、選定を誤ると後々スプリアス副車や外来波との渾身、極部発信機周波、 中間周波の漏出などにより受信障害の原因になったり他の機器に電波障害を及ぼしてしまうため十分に検討して決定される。下記の古くから使われている一般的な周波数だがこれ以外にも設計者の意図によって様々な周波数がある。最近は上述の戦略的要素も関係して中間周波数の種類は増える傾向にある。減衰を防ぐため アームの先に受信部と LNB ダウンコンバータを一体化したものが設置されている日本の衛星放送や通信衛星では主に空バンドの12、K バンドの 20GHz 帯が使われている。マイクロ波は高周波になればなるほど減衰しやすい性質を持っており、また BSCS の周波数は一般的な同軸ケーブルの周波数特性の限界をはるかに超えていることもあり、 パラボラアンテナで受信した BS-CS の電波をそのまま同軸ケーブルに流すと実用にならないレベルの減衰が発生し放送、通信が受信できなくなってしまう。そこで受信アンテナに LNB ダウンコンバータ、CSIF と呼ぶ。日本で用いられている極部発信周波数は BS では 空数トランスポンダ番号の右線円変波では 10.678GHz、奇数トランスポンダ番号の左線円変波では 9.505GHz を、統計110度 CS 放送では 11.200GHz が用いられる。配線、端子の指向不良や LNB ブースターの不具合により極部発信機周波、中間周波が外部に漏出すると、その機器や他の無線機器に 電波障害を与えてしまうことがある。特に衛星放送の中間周波が外部に漏出して同じ周波数を使う携帯電話の通信速度低下の原因となったり、ワイマックス衛星電話ワイドスター、無線 LAN 気象レーダーなどに悪影響を及ぼすことが懸念されている。また逆に外来波のアマチュア無線、携帯電話の電波や電子レンジのマイクロ波を拾ってしまい、 これらと渾身することによる受信障害が起きた例も報告されている。BS110CS の中間周波数と同体域を使う無線システム。アメリカでは1930年代からスーパーヘテロダイン受信機が普及し始めたが、中間周波数は標準化されていなかった。日本では戦前はスーパーヘテロダイン受信機は非常に高価であったが実用化されていた。 初期の中間周波数は 175kHz や 250kHz であり、その後463から 465kHz が採用されていた。戦後、1947年にアトランティックシティで開催された国際電気通信連合会議で、中波の放送周波数が535から 1605kHz に割り当てられた。同年、日本政府は、 GHQ の勧告により再生ン波受信機の製造販売を禁止したため、メーカーはスーパーヘテロダイン方式のラジオを製造しなければならなくなった。また、日本は1949年に国際電気通信連合に加盟したため、国際電気通信連合の定めた中波の放送周波数で中波放送を行わなければならなくなった。 この一連の動きの中で1950年7月28日、JIS で AM 放送受信機の中間周波数は 455kHz、FM 放送受信機の中間周波数は 10.7MHz と規定された。この JIS が制定されると、各メーカーは中間周波数に 455kHz を採用するようになった。スーパーヘテロダイン方式の原理として、 中間周波数が高い方がイメージ比を良くするのに有利だが当時の真空管の技術では高い周波数では十分な増幅率や周波数安定度を実現するのは難しかった。以下に中波ラジオの中間周波数の変遷を示す。真空管回路の技術の向上などにより年を追うごとにより高い中間周波数が実装されるようになった様子が伺える。ありがとうございます。